芸人の有吉弘行さんがですね、この世の中に未練を持って死んだ人間が、辛い思いを持って死んだ人間がこういう風な死に方したから、ここには怨念が溜まっていてっていうのを聞いたら、俺の住んでた広島でそんなことを言ったら大変なことになるっていう風に言ってたんですけど、あの人ギリギリの範囲で話すのが上手いから、それだけ話したんですけど、その通りですよね。